あとは鳴神大社下の参道にも。神に祈るより荒滝派に頼んだ方がいいと思って。でもまだそんなに張ってなかったのに、怖い狐の女が突然後ろから現れたんだ。思い出させないでくれ。とにかく気がついたら俺たちは奉行所にいた。今思い返せば、あの時は奉行所にいて逆にホッとしたぜ。ああ、おかげであの女から逃げ出せたからな。あれ、アデゴ、顔色が。やっぱあんたらを先に地獄に送ってやろう。もう懲らしめる程度じゃないのか。このまま地獄へ送るのか。助けてー。無理無理、絶対無理。あの女に会いに行くなんて。あ、姉子、俺たち先に官兵衛のじいさんに謝ってくるから。じゃな。あ、そうだ、あと葵の旦那にも。あ、置いてかないでくれー。